驚愕の美しさ。ー・乳譲るとクッチがコラボした特別版雑誌が話題沸騰。最新の ELLE2023 年8月号ー・乳譲る特別版、ハースト夫人画報社が大きな反響を呼んでいます。ハブファンを中心に絶賛の声が広がり、その素晴らしいクオリティが SNS 上で話題となっています。この特別版は、表紙に2種類のデザインが用意され、クッチとのコラボレーションによって、 これまで見られなかったハブさんの色気が美しい写真で表現されています。どちらの表紙も魅力的で選べないほどであり、一部書店では、お一人様各表紙一部のみという制限が設けられ、品薄状態となっているほどです。発売前から注目を浴びており、期待を裏切らない内容になっていると評判です。特に素晴らしい点として挙げられるのが、 グッチの世界観とのコラボによって、ハブさんの表現の幅がさらに広がったことです。このコラボレーションは見事な掛け算効果を生み出し、ハブさんの魅力をより一層引き立てています。また、特別版には芥川賞作家の町屋良平さんによるインタビューも収録されています。この選択は新鮮で驚きをもたらしましたが、ハブさんの言葉の力によって共感させられます。町屋さんは小説家であることを踏まえ、 問いに対する答えには書くことを意味する比喩表現が用いられており、細やかな気配りが感じられます。これによって特別版は非常に興味深い内容に仕上がっています。出版関係者は今頃が業界に与えるインパクトの強さについても言及しています。スマートフォンの普及により、ネット上で情報を得ることが容易になりましたが、それによって雑誌業界は長い間、不況と呼ばれてきました。 休刊する雑誌も相次ぎ、業界関係者自身も諦めの境地に立たされていました。しかし、今回の、羽生譲る特別版を読んで感じるのは、雑誌にはまだまだ無限の可能性があるということです。雑誌ならではの美しい写真や独自のアイデアを通じて、読者に楽しみを提供することができるのです。また、 雑誌は読者のニーズを追求するためのツールとしても大いに活用できるのではないかという気づきを与えてくれたとも言えるでしょう。この夏、注目を集める一冊となっている、ELLE8 月号羽生譲る特別版。ハブファンだけでなく、メディア関係者にとっても非常に興味深い内容となっています。その魅力に触れることで、雑誌の可能性について再考するきっかけとなるでしょう。雑誌はまだまだ輝ける存在であり、 今後も魅力的なコンテンツを提供し続けることが期待されます。